どうも、はがんちゅうでー。ポンまあ、週一でね、まあ、最近は、はま寿司の方にね、行っちゃっております。まあ、前、昔だったら、結構前だったら、まあ、週一でラーメン、行ってたんですけど、それが、ね、はま寿司にね、なりましたね。 なんかやっぱ、まあちょっとね、年、まあ30超えて、寿司、まあ回転寿司ですけども、寿司がね、ちょっと食べたくなっちゃう年頃ですね。まあ、うん、そういうね、まあ、高級寿司でとか、まああんま食べたことないですけど、まあお手頃でね、僕、 にとっては今すぐ近いんではま寿司さんが行っちゃいますねまあうまいですよやっぱまあ結構ね卵焼きとかうーんあのー、そうですね鶏の唐揚げ巻きとかねうーん子供が食べるようなものばっかじゃねえかやってね突っ込まれちゃいますけどまあ ああいいですよねネギトロ巻きとか美味しいですし漬け握りも美味しいですしねちょっとびっくりしたのが、まあ、僕行って、まあ、10分ぐらいしてから僕1人でカウンターのねこういう並び1人用の座っててまあこっちにあの。 二人とか三人とか四人で座れるあのテーブル席っていうか、まあ、すぐ見えるんですよね、そのカウンターの反対側から。ちょっと、顔とかはわかんないですけど、まあ、声聞こえたりもするんで、まあ、おばちゃん二人が、えー、僕は入店して10分ぐらいしてから来て、それでまあ、ビール、ジョッキで二人とも頼んだの見えて、あの、あビールの、 飲んでんとまあ、それで食べてて自分もそれでちょっと見たらまあ全然お寿司をね頼まないっていうかた食べてないんですよ、うん、あやっぱもうずっと話してビール飲みながら、うん、あやっぱ大人ってこういうものなのかなみたいなおばちゃん <laughs> おばちゃんのねたしなみというか、まあ、ビール飲みながらっていうねそういう 昼間からビール飲んで、あのー、まあお酒もビール飲み終わったら食べるのか分かんないですけど、ずっと話して、まあ、それでもまあ別に僕は食べてて、それで結局、20分ぐらいです、ね、経って、僕はまあ帰,帰,帰,帰ったんですけど、そしたらまあおばちゃんもね、 あお寿司食べてるのかなと思ってちょっと見たらやっぱ、まあ、ビール1 0 k ビール半分ぐらい3分の1ぐらいになってて2人とも、まあ、顔見えないんですけどその、まあ、まだ頼んでないんですよ寿司をまだ食べてないうんすごいなと思いましたね20分以上食べ,な食べてない感じで まあ、びっくりしましたね。ビール飲みに来たのか、そのビール飲み終わってから、やっぱ食べ、寿司を食べるのかわかんないですけど、これはね、大人なのか、どうなのか、ね、僕にも分かりませんけども、大人のたしなみなのか、うーん、まあ、ビール飲みながら寿司っていうのは最高っていう聞きますよね。 まあ、僕もね、時間があるときにやってみようと思います、大人を。ぜひ皆さんも、えー、ビール飲みながら酒、ビール飲みながら酒じゃない、ビール飲みながら寿司食べて、どんなもの、どんな美味しさなのか味わってください。